にちは、チキカレンです。はい、今日はですね、東京オートサロン2024ということで幕張メッセに来ております。で、私これから、東洋タイヤさんのトークショーにオプカン女子として登壇させていただきますので、ちょっと緊張するんですけれども、トークショー頑張っていこうかなと思います。その様子もお届けできたらなと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。ボイさん、ブルーさん、ピロタン、イッチ、出てきてください。ブルーさん、すごい声援がもうね、飛び交ってますけれどもね。はい、じゃあ一回座りましょうかね。はい、じゃあ座ってね、男女司会始めていきたいなと思いますけれども、はい、はじめまして、市木かれんと申します。私は普段釣りの業界でアングラーズアイドルっていう釣り業界のイメージガールとして活動しているんですけれども、全国どこにでもこの私の愛車ラブ4の、オフロードパッケージに載ってるんですけど、オプカンを履いて全国どこでも一年中釣りをしているということで、今日は釣り人目線で、はい、オプカンの良さっていうのを十分、存分に語っていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。イチ、この写真すごい大きいんだけど、はい、これ何ですか？これはブラックバスっていう魚なんですけど、はい、釣りって聞いたら海のイメージがあると思うんですけど、私はこうやって湖とか川とかに行く釣りをメインでやってるので、はい、これは淡水魚で去年一番インパクトが強かった魚です。確か、何センチぐらいあるんですか？はい、これが53センチで、3キロ以上あった。すごい、はい、よく釣り上げましたね。頑張りました。頼もしいオプカン女子でございます。今日はですね、この5人の女子でワイワイガヤガヤね、やっていこうと思いますので、皆さんも温かい目で見守りながら参加していただければと思います。かな、こちらで、はい、じゃん、はい、車タイヤ選びのコインボール。なるほど、はい、さっきもちょっとお話しさせていただいたんですけど、私はもうとにかく荷物が乗るっていうのが本当に大事 で、はい、で全国でイベントをやったりもしてるので、やっぱりこう段ボールを敷き詰めて日本全国移動したり、時には釣り具をパンパンに詰めて全国移動したりするので、まあ、荷物が乗るっていうのと、まあ、そうやってこうパンパンになった車を支えてくれるっていう、このオプカンっていうのはやっぱりすごい大事ですね。そのやっぱり悪路も多いの で、 そ、 うです、ね、そこの安心性っていうのは私はすごく大事かなと思います。それだけ荷物あるのにさ、はい、最初レンタカーで行ってたっていうのもなかなか大変でしたね。はい、めちゃくちゃ大変でした、うん、もういい加減自分の車早く欲しいなってずっと思ってて、ね、うん、で、やっと今年の3月に納車して、それからは、はい、自由を手に入れて、素晴らしい自由を手に入れて手に入れました、ね、タイヤも手に入れて、はい、ここでも行けちゃうぞってやつですね。はい、はい、じゃあありがとうございます。そんな感じでこれからもアクティブにね、さあ、ご登壇お願いします。皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございます。お疲れ様でした。どうだったですか？いや、私すごいね、最初結構ね緊張してたんですけど、竹岡さんの MC のおかげで楽しくおしゃべりすることができました。オプカンの魅力がたくさん伝わればいいなと思っております。では、これからちょっとトヨタ屋さんのブースをちょっと回っていこうかなと思います。行きましょう。すごいいっぱいかっこいい車が並んでるんですよ。今あれやなんかやってるの、ね、うわーすごい。最初に見てほしいやつがなんか賞を取ったやつがある。で最優秀賞ってめちゃくちゃすごいらしいです。すごい、ここに携帯入るの、めちゃくちゃかっこいいね。こういうマットの部分
この色がまずめちゃくちゃかっこいい色が。で、you have less downforce comparing to the G3 car, so you can play a lot of cars moving all the time. ピッチメンバーがついてて、このカーゴトレーラーを持ってる。で、カーゴもタイヤも、これも大きい。え、これ。だからこのサイズのカーゴトレーだったら。ラブホーム私の車でも引けるんですよ。これかっこいいな。すごい自転車もあって荷物もめちゃくちゃ乗るし、めちゃくちゃかっこいい。でこれがさっき一緒にトークショーしてたピロタンさんのサーフボード現物らしいです。長いね、サーフボードってこんな長いんだ。やっぱこういうスウェットスーツとかもいいね。うわかっこいい、こういうライトとかめっちゃかっこいい。I'm very happy because P1 will be very happy. We happy. We have some keys to do still. My lineup is very good.かっこいい、めっちゃかっこいい。そうそう、こっちはレーシングカーかな。レーシングカーじゃない。Our car also in the top 10. We need to get a good rest this night. Tomorrow we are going to push. で、ここにいろんなタイヤが。今回はオッカンと、レーシング用のタイヤが展示してあるみたいです。今回はオッカンとレーシング用のタイヤが展示してあるみたいです。今回はオッカンとレーシング用のタイヤが展示してあるみたいです。これ何？これ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 ？水素燃料エンジンって、ダカールラリー出たんだ。ダカールラリーってあれでしょ、なんか砂漠でやる耐久レースみたいなものだから、ガソリンじゃなくて水素だといっぱい積めるっていうことなの。すごい、かっこいい。いやこれもごついね、これもかっこいい、ごついけど。またレーシングカーですね、これは。こんなにツルツルになるの、これ実際に使ってたやつなんかな。え？そもそもこういうやつ、こんなにツルツルなの、すごいね。ちょっとトークショーの感想を、はい、かっこよく撮ってあげてください。はいはいはい、いいですか。はい、まずオプカン女子会にを企画したのも我々の部署で、はい、今回大手サロンで一貫女子会トークショーやろうって言ったのも我々の部署 で私担当 で市木さんにもいろんなところでご挨拶してもらって、はい、すごい感動、まず感動しました。ズームトークも皆さんオプカンを履いて、ね、他のね、インフルエンサーの方とかも、はい、自分の愛車の自慢をしながら、うん、で市木さんも自分の釣りに行くときに必ず車乗って出かけるっていう車付きのところもあります。オフ缶を履いて、すごい気に入ってますということをみんなの前で言ってくれてすごい嬉しかったです。あ、よかったです。本当にこういう大手さんの場で、はい、こういうことが続けてきていることは嬉しかったです。ありがとうございます、はい、いや結構こういうトークショー、釣り以外のトークショーが初めてだったんで、はいはい、ちゃんとオフ缶の魅力伝えられたかなと思って、バッチリです。みんなが羨ましがってました。あ、本当すごいいろんな方が来てくれたねということで、あ、
ということで見ていただいてありがとうございました。いやーもうすごく楽しかったですね。初めて のオートサロンだったんですけれども、めちゃくちゃ楽しかったです。でやっぱり今車乗る女性も釣りする女性もどんどん増えてきてるし、その区間女子っていうものをもともと盛り上げていけたらなと思いますので、まあ、これからも私も、車とタイヤと一緒にいろんな場所に釣りに行こうかなと思います。もし区間気になった方いれば概要欄にリンクの方貼っておきますので、ちょっと覗いてみたりして見てもらえると嬉しいです。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあのー。